きっかけが何だったかは覚えていない。ただ物心ついた頃にはもう憧れていた。誰もが子供の頃にヒーローに憧れるように、そうなりたいと思った。ただ他の子供たちと違うのは、僕のそれは一時の熱病などでは決してなく、もっと深い心の底で燃え続け、いつまでも消えることなく僕を突き動かした。強くなるために必要なものは全力で習得した。学校では平凡を貫いた。決して目立たない人畜無害なモブ A。 しかしその裏では修行に全てを費やした。周りのみんなが成長して憧れていたヒーローの存在を忘れていっても、少しだけ、ほんの少しだけ戦地な気分になったりもしたけど、僕はただ目指し続けた。いつか来る、その日のために。いつもの修行を終えると、あたりはすっかり暗くなっていた。未知なる力はまだ身につけていない。しかし最近続けている修行には手応えを感じている。今もそうだ。修行を終えたこの身は、頭の中がチカチカと輝き、視界がグラグラと揺れている。魔力か、あるいはオーラか、その影響を確かに感じるのだ。今日の修行も実に充実したものだったと言えよう。修行着に着替える際、森で服を脱ぎ捨てることで森羅万象を感じ、石に頭を打ち続けることで物理的に雑念を排除し、かつ脳に刺激を与えることで未知なる力の覚醒を促す、極めて理論的な修行方法である。ああ、視界がぼやける。まるで脳震盪でも起こしたかのようだ。魔力、魔力、魔力。ふわふわと、まるで空を飛ぶかのような足取りで僕は森を降りていく。その時ふと揺れる光を見つけた。まるで宙を泳ぐかのように横切っていく二つの光。不思議な光だ。まるで僕を誘うように怪しく導いている。魔力、魔力。僕はおぼつかない足取りで近づく。魔力だ。ついに僕は未知なる力を見つけたのだ。僕は二つの光の前に飛び出し、捕まえ、あ、うわー、衝撃が体を貫き、僕の魔力。高校最後の夏、影の実力者への道は突然に断たれたかに見えた。クレアは弟を欲しがっていたからな。きっと喜ぶぞ。これは？でも変ね。全然泣かないわ。なるほど。おぎゃー、おお、元気な鳴き声だ。気のせいだったみたいね。何がどうしてこうなったか、まあそんなのは些細なことだ。何しろ周囲は魔力で満ちていた。最後に見た二つの光とは少し違う気がするが、まあ些細な問題だ。あ、そうそう、さらに些細なことだが、ついでに転生していた。きっと魔力を見つけて転生の扉でも開いたのだろう。どうでもいい。とりあえず現在の僕は生まれたばかりの男児。
意識がはっきりしたばかりだし、時間の感覚もまだ曖昧で、正確なところはわからない。何より言葉もわからないし、中世ヨーロッパぐらいの文明っぽいってことがわかれば十分だろう。意識が覚醒してすぐ、僕はこの魔力に気づいた。ふわふわと漂う光る粒子の姿は、前世の修行で精霊を探すためお花畑を全裸で走り回った時の感覚にそっくりだった。あの修行は無駄ではなかったのだ。その証拠に僕は魔力をすぐ知覚し、そして今では手足のように操ることができる。僕は前世では夢物語だった魔力という圧倒的な力を手に入れた。それが全てだ。この力さえあれば。もうすでに身体強化ができることは確認している。赤子の有り余る時間を修行に使い、僕は今度こそ影の実力者に。あ、うんこ出る。そういえば鳥はうんこ垂れ流しらしいが、人間の赤子もほぼ垂れ流しに近い。どれだけ理性で抗おうとも本能が出せと囁くのだ。しかし修行に明け暮れた僕は身体強化で肛門活躍筋を締め上げ、時間を稼ぎ、その間に。おぎゃー、人を呼ぶことができるのだ。多分10年ぐらい経ったと思う。魔力はすごい。人間の限界を軽く超えた動きができるのだ。岩とか余裕で持てるし、馬の倍速で走れるし、家より高く飛べるし。ただしまだ核は無理。魔力で強化すれば防御力は上がるけど、地球兵器の火力は偉大だ。この世界に核はないし、別にいいかとも思ったけど、妥協してなった影の実力者に価値はあるのか。ない、皆無だ。よって僕の目標は核に勝る力を身につけることだ。そのために日々研究と修行を重ねた結果、僕が可能性を感じたものが一つだけあって、最近は実験の日々が続いている。ああそうそう、転生したのは片田舎の貴族、影の男爵家。魔剣士と呼ばれる魔力で体を強化して戦う騎士を代々輩出する家系だ。僕はこの家の期待の跡取りではなく、才能豊かな姉の影に隠れたごくごく平凡の魔剣士見習いのモブ A として育っていった。影の実力者は実力を見せる相手と場所を選ぶのだ。そう、来たるべきその瞬間まで。そんな日々を過ごしている僕であるが、日中は貴族としての勉強やらモブ A になりきるための付き合いやらで、自由な時間は少ない。そんなわけで修行は自然と夜遅く、みんなが寝静まった後に行うことになる。当然睡眠時間を削っているわけだが、僕は魔力による超回復と瞑想を組み合わせた独自の睡眠法により超ショートスリーパー化しているため快適である。さて本日も修行に励む。今日はいつもの森で基礎トレーニングを軽く行った後、特別メニューだ。最近近くの廃村にならず者が住み着いたらしい。調べたところ、それなりの規模の盗賊団がいた。うん、試し切りにちょうどいい。野党は見つけたらちょくちょく切っているけど、盗賊団レベルになると年に一度の一大イベント、ウキウキである。そんなわけで廃村に到着。深夜だというのに明かりがついており、どうやら正体の襲撃に成功して宴会をしているようだ。うん、とても運がいい。
盗賊とかみんな計画性ないから、奪ったらすぐ使ってしまう。襲撃直後ぐらいしかまともなものを持っていない。盗賊のものは僕のもの。こうして将来影の実力者になるための資産が増えるのだ。僕はテンションマックスでその宴会に突っ込んだ。不意打ちはしない。練習にならないからね。この世界には魔力がある。その魔力を使って人は体や武器を強化して戦うわけだ。けど魔力を扱うとき、そこにはどうしてもロスが出る。例えば普通の鉄の剣に魔力を100流しても実際に伝わるのは10程度なのだ。実に9割の魔力が無駄になる。魔力を流しやすいミスリルの剣でも100流して50伝われば高級品と言われるぐらい極めてロスが多いのだ。そこで僕はスライムに注目した。スライムはもう見ればわかる通り魔法生物だ。魔力を使って形を変え動き回っているのだ。そこで調べたところ、スライムの魔力伝導率は驚異の 99%。 しかも液体なので自由に形態を変えられる。スライムソード、いいじゃないか。うん、想像以上に使えるね。調子に乗って切りまくっていたら随分と静かに。あれ、あと一人しかいなくね。仕方ない、あとは君で試すとしようか。頑張れば2分ぐらい長生きできるから頑張ってね。なめてんじゃねえぞこのガキ。どうだ、俺はこれでも武神流の怪伝なんだよ。なんてね。何？2分持たなかったね。鎧と違って軽く、音も鳴らず快適で、むしろ体の動きを補助してくれる。うん、スライムボディースーツも大満足だ。招待のみんな、仇は撃ったよ。形見は僕が有効活用するから安心してほしい。美術品はさばけないからな。食品もパス。現金、宝石、貴金属かもん。僕はまずまずの戦利品をゲットし黙祷した。現金換算で500万ゼニーくらいかな。1ゼニーでだいたい1円と同じ価値。これが全て影の実力者の活動資金となるのだ。もっと治安が悪くなって盗賊がはびこる世界になればいいのに。ゲームみたいに道を歩いたらエンカウントするレベルになればいいのだ。お金に、美術品に、食料に、ん？檻？奴隷かな。さばけないからパスだけどさ。これは予想外。死体じゃないな。腐りかけているけどまだ生きているってことは悪魔月か。聞いたことがある。悪魔月と呼ばれ、教会に処刑される化け物のこと。はじめは普通の人間として生まれ、ある日を境に肉体が腐り出す。放っておけばすぐに死ぬが、教会は生きた悪魔月を買い取り、浄化と称して処刑している。悪魔の浄化、病人を虐殺しているだけだが、それに民衆は喝采し、平和が守られたと教会を称える。まさに中世って感じでテンション上がる。この肉塊も教会に売れば今日の戦利品以上の値がつくだろう。当然僕にはさばけないから無意味だけど、
さて、楽にしてあげますか。この波長、覚えがあるな。魔力暴走と同じ。かつて僕も魔力暴走が原因で痛い目を見たことがある。もしあの時魔力暴走を抑えられなければこうなっていたのではないか。そして魔力が肉体に及ぼす影響、僕はあの日可能性を感じた。魔力暴走によって肉体が魔力に馴染み、より魔力を扱いやすい肉体へと変異させることができるのではないかと。だが意図的に魔力暴走を起こすのはあまりに危険で断念した。もし仮にこの肉体が魔力暴走の産物だとして、この肉塊を使って実験することができたとしたら、僕はリスクなく影の実力者に近づくことができるはずだ。使えるな、この肉。自分の体じゃないから安全に好き勝手できる。それからは魔力をガンガン送り込み、ああでもないこうでもないと実験に心躍らせる日々。魔力の真髄に近づき、己の実力が目に見えて高まっていくのを実感することは僕にとって何よりの喜びだった。そろそろ1ヶ月ほど経つのか。ついに僕は魔力暴走を制御することに成功したんだけど、参ったな。あんなに腐ってたのに元に戻るんだ。おっと、どうしようかな。あ、いいこと思いついた。刮目せよ、ここが影の実力者の初舞台っと。目が覚めたか。あれ、私の体、嘘。君を蝕んでいた呪いはもう解けた。もはや君は自由だ。あなたが私を呪いって。ああ、呪いというのは君たち英雄の子孫にかけられた忌まわしき呪いだ。僕ぐらいになるとこの世界の伝説を組み込んだ影の実力者設定を作り上げることなどイージーだ。驚くのも無理はない。だが君も知っているだろう、経典にある3人の英雄が魔人ディアボロスを倒し世界を救ったというおとぎ話を。あれは本当にあったことさ。魔人は死の間際呪いをかけた。それが君を腐った肉塊へと変えた者の正体だ。だが何者かが歴史をねじ曲げ、君たちを悪魔付きなどと蔑まれる存在にした。その黒幕の正体は、そうだな、黒幕はまだ口にすることはできない。知れば君にも危険が。構わないわ。一体何者なの？え？そうか、ならば教えよう。ディアボロス教団、魔人ディアボロスの復活を目論む者たちだ。奴らは表舞台には決して出てこない。我が使命はその野望を陰ながら阻止することかな。そう、我が名はスタイリ、あ、いや、我が名はシャドウ。影に潜み影を狩る者。困難な道のりになるだろう。だが成し遂げなければならない。英雄の子よ、我と共に歩む覚悟はあるか。病、いえ、呪いに侵されたあの日、私は全てを失いました。醜く腐り落ちるしかなかった私を救ってくれたのはあなたです。だから
あなたがそれを望むなら、私はこの命を懸けましょう。そして罪人には死の制裁を。まあ全部出任せなんだけどね。おっしゃ、このエルフちょろいわ。ディアボロス教団なんて当然存在しないから、いくら探しても見つかるはずがない。だから適当にその辺の盗賊とかにディアボロス教団の疑いをかけて殺して、あとは主人公っぽい人たちの戦いに姿を隠して乱入し、この世界は崩壊の危機にとか、魔人の復活が近いとか、思わせぶりなことを言って立ち去ったりとか。ああ、夢が広がりんぐ。敵はおそらく強大な権力者とかだ。真実を知らずに操られている人たちもたくさんいるはず。でも立ちふさがる者に容赦はできない。そうそう、そんな感じ。他の英雄の子孫を探し出して保護する必要もあるわね。え？ああ、うん。組織の拡張と並行して拠点を整備しないと。そのための資金集めも。うん、ほどほどにね。じゃあ、そうだな。僕らの組織はシャドーガーデン、そして君はアルファと名乗れ。背中は任せて。あなたは前だけ見ていればいいわ。アルファよ、気づいたか。え？外に奴らがいる。奴らって、まさか盗賊の仲間？本体だろうな。仲間が帰ってこないから様子を見に来たのだろう。気をつけろ、奴らはただの盗賊ではない。まさか。奴らは盗賊に扮したディアボロス教団なのだ。そういうこと。正体を襲撃したと見せかけて、本命は悪魔付きの私だったというわけね。くっ、私としたことがまんまと騙されたわ。そうそう、そんな感じ。盗賊は全てディアボロス教団の資格として有効利用させてもらおう。これが本体ということは、先の部隊よりも強力ね。問題ない。奴らはまだこちらの戦力に気づいていないのだから。なるほど、奇襲を仕掛けるのね。それなら奥の物陰に隠れましょうか。入り口から死角になっていて、こちらからは全てを見渡せる。奇襲するには最適な位置よ。あ、うむ、そうだな。この子やけに機転が利くというか、頭良くないか。あれがディアボロス教団。どこからどう見てもただの盗賊なのに、見事な変装ね。あなたの指摘がなければ見抜けなかったわ。うむさあ行こうか。シャドーガーデンの初陣だ。その身に刻みましょう、悪魔付きによる復讐の刃を。そして罪人に死の制裁を。貴族は15歳になると王都にあるミドガル魔剣士学園に通うことになる。姉さんもミドガル魔剣士学園に通うことになったのだが、いざ出発するその日になって姉さんは姿を消した。なんたることだ。寝込みを襲ったとはいえ、あのキュレアを。相手は相当な手だれに。違いない。だから仕方ないと。そういうこと？あ、いや、そういうわけじゃなくてね。ただ、事実を述べたまでで。言い訳してんな、このハゲ。すいません、すいません。ちなみに僕は空気、
期待はされていないけど面倒もかけない、そんな感じのポジションをキープしている。僕は神妙な顔で親父と母のじゃれ合いを見守って、隙を見て自室に戻った。ベータ。はい、シャドウ様。アルファと同じエルフの少女。アルファは金髪だったけど、ベータは銀髪だ。猫みたいな青い瞳に泣きぼくろの彼女は、僕とアルファに続く3人目のシャドウガーデンメンバーだ。ほどほどにって言ったのに、アルファが捨て猫拾うみたいに連れてくるからどんどん増えるんだ。アルファはクレア様の痕跡を探っています。行動早いね。姉さんまだ生きてる？おそらく。助けられる？可能ですが、シャドウ様の助力が必要です。アルファがそう言ったの？はい、人質の危険を考えると万全を期すべきだと。アルファは正直言ってもう相当強い。そのアルファが助力を請うってことは、なかなかの実力者がいると見ていい。最近はアルファとかベータとかデルタとかもいて、練習相手に不足はなかったけど、たまには新鮮さも欲しいし。何より影の実力者プレイもしたいし、ちょうどいい機会だ。久しぶりに本気を出すか。影の実力者っぽい空気感を出すのにも慣れてきた。それに最近はアルファやベータがかなり設定を煮詰めてきているから盛り上がるんだ。しかも資料とかも集めてきて、やはりあなたの言葉に間違いはなかったとか、千年前ディアボロスの子がとか。この石碑からはディアボロス教団の痕跡がとか。いや、古代文字読めないから僕はわからないけどさ、アルファもあんまり分かっていないんじゃないかな。それっぽいの並べてディアボロス教団の真実に迫ってる感が欲しいんだ。多分きっとそうだと思うよ。犯人はやはりディアボロス教団のものです。それも幹部クラス。なぜ姉さんを？クレア様に英雄のこの疑いをかけているのかと。なるほどな。彼女たちにかかればただの盗賊も教団に早変わりか。ご覧ください、我らが突き止めた奴らのアジトです。しかしこの中のどこにクレア様がいるかはまだ。ベータがそんな感じで膨大な資料を並べ始めたけど、いや、わかんないから。半分以上古代文字だし、わけわからん数字やらなんやら。いや、君たちそれっぽい資料を作るの本当にうまいね。その分野ではもう完全に僕を超えているよ。そこだ。あ、やべ、ずれた。そこに姉さんはいる。え？ですが、ここには何も。いや、うん、適当に投げたんだけどね。やっぱ演技うまいよね、ベータ。あれでしょ、それで僕が指さしたところに隠しアジトとかあるんでしょ。はっ、まさかこの暗号はブラフだとすると、この記述と照合すれば全てつながる。ほら来た。シャドウ様の指摘されたポイントに隠しアジトがあると思われます。この膨大な資料を一瞬で読み取り見抜くとは、さすがです。演技派だな、ベータ。アカデミー級だよ。七影に伝えろ、決行は今夜だ。はい、主様、何でもベータにお言いつけくださいね。ここを抜ければシャドウ様が指摘したポイントに到着します。
何の変哲もない森林なのに、よく気づいたわね。こんなところに隠しアジトがあるなんて。前々から怪しいとは思っていたからな。さすがです、シャドウ様。教団の計画を暴き、遥か昔から隠しアジトを見抜いていたのですね。つまり泳がせていたというわけね。それなら教えてくれればよかったのに。あらゆる可能性を考慮し、柔軟かつ臨機応変に対応するため、慎重に考察を重ねていたのだ。なんという思慮深さ。そこまで考えていたのね。うむ。どうしよう、盗賊がいないと収拾がつかないぞ。これちょっとトイレ。お花を摘みに行ってくる。奥ゆかしい表現ね。お花を摘みに、どういう意味でしょうか。ちょっとベータ、彼について行っちゃダメ。でもいくらシャドウ様でも敵のアジト付近で単独行動は。心配ないわ、彼は一人でやらなきゃいけないことがあるのよ。どこかに盗賊いないかな。魔物でもいい、それっぽい洞窟とか何でもいいから。とっておきの魔力探知で調べ尽くせば何か見つかるはず。こういう時に限って魔物すらいない。ん？あれは何だろう、遺跡かな。見られている。この気配は下か。よく気づいたな。土の中に隠れるロマンだけど、何者かな。俺はただの見張りだ。何も知らないまま通り抜けるのであれば見逃してやったが。戦う気か。こちらとしても都合がいい。君のおかげでイベントを進められる。わけのわからないことを。シャドウ、さっきの物音は。シャドウ様、その男は一体。チッ、仲間がいたか。遅いぞアルファ、ベータ。やはりお花を摘みに行ったと見せかけて手がかりを探していたのね。さすがです、シャドウ様。やはりその男が教団の。その通り、こいつらがディアボロス教団だ。影のお男爵家の娘はここか。この中です、オルバ様。お気をつけください。拘束していますが非常に反抗的です。私を誰だと思っている。失礼しました。クレア影のだな。あなたの顔、オートで見たことがあるわ。確かオルバ子爵だったかしら。ほう、昔この絵にいたが、いや、武神祭の大会でか。武神祭ね。アイリス王女に無様に切られていたわ。試合という枠内ならばあれは別格だ。もっとも実戦で負けるつもりはないがね。実戦でも変わらないわ。決勝大会1回戦負けのオルバ子爵。おざけ。決勝の舞台に立つことがどれほどの偉業かわからぬ小娘が。
私ならあと1年で立てる。残念だが、貴様にあと1年はない。1年後生きていないのは果たしてあなたか私か、試してみる？試すまでもなく貴様だ、クレア影の。ハエでもいたかしら。ほう、魔風の鎖につながれ、これを避けるか。高い魔力に振り回されるだけではないらしいな。魔力は量ではなく使い方だと教わったわ。いい父を持ったな。あのハゲが。教わったのは弟によ。弟？生意気な弟よ。戦えば私が必ず勝つわ。だけど私はいつも弟の剣から学んでいる。なのにあの子は私の剣から何も学ばない。だから毎日いじめているの。かわいそうな弟だ。ならば私はひどい姉から彼を救った英雄というわけだな。さて、無駄話はこのぐらいにして、クレア影の、最近体の不調はないか？魔力が扱いづらい、制御が不安定、魔力を扱うと痛みが走る、体が黒ずみ腐り始める、そういった症状は？わざわざ私を連れ去ってやることは医者の真似事？私にもかつては娘がいた。これ以上手荒な真似はしたくない。素直に答えてくれることがお互いにとって最善だろう。それって脅し？私は脅されると反抗したくなるたちなの。たとえそれが非合理的であったとしても。素直に答える気はないと。さてどうしようかしら。いいわ、大したことじゃないし答えましょう。体と魔力の不調だったかしら。今は何ともないわ。鎖につながれてさえいなければ快適そのものよ。今は？ええ、今は。1年ぐらい前かしらね、あなたの言った症状が出ていたのは。何？治ったというのか？勝手に。そうね、特に何も。あ、そうそう、弟にストレッチ？よくわからないけど、それの練習させてくれとか頼まれて、なんだか終わったらとても調子が良くなっていたわ。ストレッチ、聞いたことがないな。やはり念のため弟も調べる必要が。あの子に何かあったら絶対に許さない。貴様、手の肉を削いで。お前も愛する家族も友人も全て殺して。小娘が。まあいい、適合者かどうかはその血を調べればわかる。オルバ様。何事だ？侵入者です。侵入者だと？何者だ？わかりません。
敵はおそらく死人、影のようにどこからともなく現れて兵たちを次々と、我々では歯が立ちません。私が出る。お前たちは守りを固めろ。貴様ら一体。我らはシャドウガーデン、ディアボロス教団の壊滅を目的とする者。我々は全てを知っている。魔人ディアボロスの復活、英雄の子孫、そして悪魔つきの真実。ディアボロス教団、その名を、その秘密をどこで知った？殺しはしない。知っていることをすべて話してもらうまではね。面白い手品ね。あの波長は魔力暴走かしら。それを無理やり抑え込んで。死ん、死ん。すぐに追います。必要ないわ。この先には彼がいるもの。だから別行動を。さすがシャドウ様。ええ、あさっての方に走り去るんだから迷ったんじゃないかと心配したんだけど。ねえ。ああ、迷った。雑魚狩りに夢中になりすぎたかな。みんなでアジトに乗り込んだまではよかったが、先回りしてボスを倒そうと思ったらこのざまだよ。せっかくボスに遭遇した時の演出練習してきたのに。しかし大掛かりな施設だ。今回は廃棄された軍事施設に盗賊団が住み着いた感じかな。ん？男は筋肉ムキムキで、なぜか目が赤く光っている。何それ、かっこいい。目からビームとか撃てたりするんだろうか。先回りされていたかが、一人ならたやすい。僕は赤目の剣を片手で止める。来る場所が分かれば、速さなんてそれほど脅威ではないし、力だって使い方次第だ。魔力だけならアルファ以上。でも残念ながら全く扱えていない。それにそう、
踏み込みが甘い。ちなみに僕は魔力で速さや力を強化してブンブンすれば強いでしょって感じの力任せな戦い方が好きじゃない。いや、フィジカル面を軽視するつもりはないんだ。究極の選択として力か技かどちらかを選べと言われたら、僕は迷わず力を選ぶ。力なき技に価値はない。単純な力、単純な速さ、単純な反応、そういったフィジカル面の強さに任せて細部を軽視し捨て去り、諦めたかのような不完全でいびつな戦い方が大嫌いなのだ。フィジカルは天性だが技術は努力だ。僕が目指す影の実力者は決して技量で負けることはない。僕は力に技を乗せる、速さにも工夫を凝らす、反応で可能性を探る。フィジカルは大切だけど、それに頼り切った醜い戦いは決してしない。これが僕の戦いの美学なのだ。戦い方に美学のかけらもない。教えてあげよう、正しい魔力の使い方ってやつを。レッスン1、使う魔力は最小、足に集中させ一気に加速。レッスン2、間合いをつかめば速さも力もいらない、魔力さえも。僕は再度前に出る、魔力は使わない。だから赤目の方がずっと速い。だけどどんなに速くても攻撃と同時には動けない。だから詰められる。ほんの半歩、微妙な距離。僕にとっては遠い距離で、赤目にとっては近い距離。そして赤目は間合いを外す選択をした。僕はもう赤目の魔力移動からその動きを読んでいる。だから赤目の方が速いのに僕が先に動く。レッスン3、まだまだこれからだ。かつてこれほどの差を感じたことがあったか。アルファと名乗るエルフと戦った時も、武神祭で王女と戦い敗れた時も、これほどの差を感じたことはなかった。あるとすれば、子供の頃、まだ剣を握って間もない頃に死と対峙した時ぐらいか。なぜ、なぜ生かされている。なぜ敵対する。なぜそれほどの強さがある。だから、なぜ。影に潜み影を狩る、我らはただそのためにある。貴様、
あれに抗う気か。たとえどれほど強くとも、世界の闇は貴様が考えるよりもはるかに深い。ならば潜ろう、どこまでも。たやすくほざくな。教えてやろう、この世の闇よ。遅い、軽い、脆い、これが現実だ。貴様も味わえ、己の無力さを。姿で立っているのだ。なぜだ、なぜ届かぬ。見にくいな。なんだ、それは。その膨大な魔力は。遊びは終わりだ。
技だけでなく全てをもって闇の前に私は無力だった。だがこの少年はミリ、ただの盗賊にしては強かったな。まあそんなわけで今回の救出作戦は終わった。姉さんは拘束を解いておいたら次の日ご機嫌斜めで帰ってきた。あの人やたらしぶといね。怪我も一晩で大体治ったし。それから療養やら事件の調査やらで一週間ぐらいゴタゴタした後、姉さんはオートに出発した。その一週間なぜかやたらと構ってきてめんどくさかった。アルファたちはなんだか盗賊団の調査やら残党処理やらで忙しそうにしていた。ああ、盗賊じゃなく教団か。まあ呼び方がどうであれ結局ただの盗賊なんだけど。しかし盗賊団の赤目のおっさんは逸材だったな。ならば潜ろう、どこまでも。とかまさに影の実力者って感じのセリフが出てきたのもひとえにあのおっさんのおかげだ。名脇役として雇いたいぐらいだった。そして見事影の実力者を演じきった僕と、とっさの状況に対応したアドリブ力は必見だった。観客がいなかったのが残念で仕方ないが、それもあと2年の我慢だ。2年後僕もオートに行く。オートだ、あのオートである。いいなあ、オートはこことは比べ物にならない大都市だ。この世界有数の大都市、この国では唯一の100万人都市。絶対主人公ポジションのキャラがいるはずだし、ラスボス的キャラもいるかもしれない。そしてこんな地方では起こりえない事件、陰謀、構想、そしてそこに乱入する影の実力者。ああ、それを思えば今の僕なんて所詮盗賊ボコって生きってるだけのカエルだ。僕の物語はまだ序章すら始まっていないのだ。まあ2年後には行けるから、それまでアルファたちに頑張ってもらえば。2年後に備えてさらなる力を求める僕のもとに、ある日アルファたち7人が集まった。何でも教団の調査やら呪いの研究やらの報告がしたいようだ。シャドウ、私たちはあなたのもとを離れる時が来たわ。え？お別れよ。ええー。